皆さんこんこにちは経営コンンサルタントの中野です今日も中野祐二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2019年2月16日土曜日仮想通貨草コイン中野研究会特別有料会員向け YouTube 動画です。 はい、ということでね、あの昨日の夜とか今日の朝なんだけど、えー、XM の MT4 のデモ講座の解説とね、あとは MT4 のですね、設定方法を、えー、お知らせしました。動画作りましたよね。その時に、XM トレーディングデモ3のサーバーがね、あの表示されなかった場合の、 対処方法をちょっと飛ばして動画を終わらせてしまったので今から説明しますねはい、ということで <coughs> MT4 いきますよこれ MT4 だよねで結局ね昨日はね、えー、38万円38万円も上りました <laughs> 38万さって3.8ピプスですけどねあのどの辺だったかなこういう日付がねアメリカ時間

うん、だから3.8ピプス取って、えーまあ、我慢できない人は1日ずっとやっちゃうだろうし、まあ、かける金額がね <laughs> まあ10万通貨だったら3.8ピプスって言ったら,ら3800円だからね、まあ、これじゃ食っていけねえよってことで何回もチャレンジしちゃってコツコツドカーンってなくなっちゃうんだろうけども、まあ、これがさ <laughs> 100万通貨だったら3.8ピプスだったら3万8000円だから1日3万8000円払えば多分できるじゃんで1回だけでいいしねトレーディングはねでも,もちろん1000万通貨僕は昨日昨日というか今日の朝1000万通貨でやったんだけどたった3.8ピプスだけども1回で38万円取れるんですよ、ねであの <coughs> 500万円から538万円増えてるでしょ。だから、あの、1日38万円稼ぐだけに、<laughs> 1日38万円の稼ぎってなかなかできないっすよ。うん。主婦の方でも関係ないからね。あの、子供でも、お年を召した方でも、男でも女でも、誰でも別に <laughs>、あの、テクニカルチャート分析ができて、ファンダメンタル分析ができれば、 あの一瞬で38万だし、今こういうところで、ね、10ピプスとか取れるんだったら、一瞬で100万円ですよ、これでね。10ピプスで100万円取れるわけですよ。うん。で、例えば僕が、えー、先週だっけな今週先週か。116ピプス取ってましたよね。あれは1160万ですからね。<laughs> 1160万円ですから、116ピプスで。だからさ、 あの別に1億なんて別に普通なんだけど何考えてんだろうねって感じですがまあそうは問を終わらさなくてねまああまり甘い気持ちでねやっていくと大きくやられちゃうのではいそ,、まあ、その話じゃなくてまずねファイルの中のデモ講座の申請ですねここを押してください 昨日はさ、この取引口座にログインとこところでちょっと探してたんだけど、まあ、もちろんないわけですよ。ここにないわけだよね。でも 2, 2しかなくて3がないわけですよね。で、リアルテトレードデモとかリアル1、10とかこうなっちゃうわけですよね。で、ないと。これないとどうしようってことで <laughs>、えー、取引口座にログインの上、デモ口座の申請のとこですね。で、ここでもちろん XM <laughs> トレードでも3がないわけですね、これね。ないんですよね。で、そういうマイル一番下行っていただいて、新しい、えー、ブローカーを追加しますということで、ここにですね、また、そうだな、ここに、えー、っとね、メール来てましたよね、これ。これ Yahoo メールなんですけど、Gmail でもいいんですが、これ Yahoo メールで、 えー、どこだ ?2 個目に来てたやつ、これですね。最新版のやつ、これ見て、えー、これ、ようこそ、XM トレーディングへと。で、MT4 の ID と、お客様の XM、えー、XM の MT4 のプラットフォームから、サーバー、えー、XM トレーディング、XM トレーディング横棒でも、スペース3ですよね。で、これ、ここのとこをコピーしてください、この赤いとこね。 ここのところグーってドラッグして左ボタンでずーっと押し続けて右ボタンでコピーそしたらまた XM に戻っていただいてえっとここ,ここのところに左ボタンで貼り付けそれでスキャンをしますそうするとこうでグッグッグッグくグくグ <laughs> て言ってくれるんではい こうやってやりますね。で、新しいサーバーを追加していくということですね。はい、そうすると、ちょっと待ってください。もう一回やってるからね。 でもさ、入ってますね。入ってますって最初から入ってんだけど、僕の場合。はい。それで、次へ。<laughs> ですね。それで、スタートするためには、ね、有効な取引アカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、下記のオプションから選択してください。ということで、既存のアカウントですね。あ、じゃゃじ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 ゃちょっと待って、戻る。戻るで、えー、ここでデモ3を押して、でもさ、入ってるでしょ。

入れてください自分で設定したやつね大文字小文字数字ですよねはいこの既存のアカウントねそれで完了とすですねそうするとログインできると思いますよこれで完了ですどうもありがとうございましたはいということで そうですね。あとは、また、おいおいですね。お伝えしていきたいと思いますが。<laughs> 楽しみですね。まあ、僕は、最初はデモ講座でやりながらですね。<laughs> えー、まあ、1000万、1000万通貨って楽しいですね。やっぱね。1ピプス動くと10万円ですからね。ハラハラドキドキしますけどね。<laughs> 本当に、本当に。 まあ2000万通貨はいけますね、これね。500万もあればね。1ピフス動くと20万円ですからね。うん。だこれだったら十七76万もかってたわけですね。3.8ピフスで76万円。とてつもない世界が皆様の前に広がっているのがわかるでしょうかと。うん。だから、ガラ、1回ガラが来てね、50ピフス来たら、まあ2000万通貨だったら100万ですよね。 あ、ちょう、ちょう、ちょ、ちょ、1000万ですね。1000万ですね。1000万、ん <laughs> ?2000 万, <laughs> 万通貨で5人そうですね、1000万ですね。はい、すいませんでした。一瞬で、一瞬というかね、まあ、30分1、時間か2時間ぐらいで、1000万円が手に入るってことですね。まあ、そういう世界が、本、ありますよっていうことを、これから、えー、実感していただけるんじゃないでしょうか。 うん、もちろん10円、まあ、1000ピプス取れば2億か。2000万通貨だったらね。だから500ピプスで 5, 5円抜け,で抜けば1億になるわけですよ。まあもちろん5円か。1ヶ月じゃいけない。行く時もあるしね。まあ、2、3ヶ月かかるんじゃないですかね。5円はね。はい。ということで今回は、えー、デモコーあーデモ3ですね。の場合はここですね。 もう一回行きますよ。ここのファイルのデモ講座の申請ですね。で、これ一番下をやってここ、ここのとこですね。やってスキャンするってことですね。はい。では、これで終わります。どうもありがとうございました。失礼いたします。